これが鶴屋を守ってくれている万霊の竜。ずっと信じていた。マナの光が再び私たちの大地に降り注ぐ日が来ると。アズサ、アズサ、僕はいつになったらこの神殿から出られるんだ。教えてくれ、教えてくれ。運命がどう変わっても私の未来はあなたと共にある。今はまだその時ではないの。豊かで広大だった鶴屋の地がどうしてこんなことになってしまったんだ。僕の中に何があるんだ。どんどん大きくなって意識が侵されていく。嫌だ、ここにいたくない。鶴屋もあなたも必ず私が救います。鶴屋は決して屈死はしません。